こんばんは。Around the world at your feet, all comes to
hearts can speed. Hands are full of yesterday. Your days of pain are over. Oh, there's a neon waste, a fire for me, Glover. You are my MG. You are love MG. All I need to do is have you by my side. And the world falls into my arms. You are my energy. Yes, you are. You are love energy. Here inside of you, I will always be your guide through the waves of your sea of charms. When you find it hard to smile, just relax and wait a while. Soon you hear the gentle voice telling you that it's your choice. Oh, whoa. When all you feel is hatred, stop and think just for a moment. It's all just in your head. The answer is heaven sent. No matter who the soul may be, remember he's the one and only soul. So let's get started. We weren't born to kill each other. No, not another child should be deprived of mother. Is a little smile from you, and it make everything worthwhile. You are my energy. Yes, you are. You are love energy. Yeah. All of my need is why when I am with you, always brings lightening your smile. You are love.
分かった、じゃあこうやって肩を組みましょう。はい、 You are my You これ騎士団じゃないから You いいですよ、とってもいいです。Oh yeah, you are my energy. You are love. You are my energy. Inside my arms, you were meant to be. The doubt is in my mind. The doubt is in my mind. Yeah, welcome. ちょっと声を聞かせてもらっていいですか。いけいけ。
Brazil. Yeah! Ok! Arigato! Sleepy eyes.
ぜひね、読んでいただきたいなと今日、はい、いいですか。
僕が「はい」って言いますから、ね、信じて返していただければ簡単でしょう、ね、ちょっとやってみましょうね。いいですか、あの間違っても「きよし」とか言わないでしょ。いきますよ。審査員席の方々、違うんですね、もうちょっとあの参加していただけると嬉しいですが、いいですね、大きな声で、ぜひあの、男性の方もたくさんいらっしゃるので、ぜひ信じて言っていただけると嬉しいです。あの恥ずかしい気持ちはよくわかります。でも、お願いしてる僕の方がもっと恥ずかしいですね。ですから、それを組んでいただいて、いきますよ。言っていただかないと、あの、キャンディーだけで終わる可能性ありますから、いいですか、いきますよ。
の世代はもう、まあ、両親は他界してしまいましたが、両親は戦争を経験してました。で実際戦争の時の状況を、まあ、リアルにこう聞かされてました。それを僕ははっきりと聞いて、まあ、僕は広島出身ということもあるんですけど、非常にその、まあ、平和に関しての思いだったり、世の中が本当に優しい方向に向かってくれないかなという思いが強く最初からありました。そんな中で、まあ、日本はさっき言いましたけど、大変な自然災害を乗り越えなきゃいけない状況がありますし、だけどそこでなんかみんなが助け合ったり、自分は何かできないかなっていう思い、そういう方がどんどん立ち上がってくれてるっていうのはやっぱ素晴らしいことであって、それは復興支援もそうだし、やっぱり世界に調和を生んでいくことにもすごくつながってくることだと思うんですね。まあ、本当にその、生の声を聞いている我々の世代が、子どもたちに対してそれをちゃんと伝えて、またその次の世代とつながっていくように、今それをちゃんと伝えられる、もしかしたら僕なんかの世代が最後の世代かもしれないなって思ってます。僕らの世代は今リタイアしようとしている、そういう世代かもしれないですが、リタイアしている場合じゃないなってすごく思うんですね。だから今大人が頑張らなきゃいけないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。あの小畑のおじいちゃん見てください、ね、わかります。小畑のお兄ちゃんじゃないよ、まあ昨日これじゃないから、ね、これじゃなくて小畑のおじいちゃんの方です。もう79ですよね。だけど本当に信念を持って一人で動くことがもう日本中に取り上げられてるし、まあこの間のグレータ・トゥーベリンさんもそうですよね。一人の人が本当に優しい気持ちを形にしていくっていう思いが世界に届いているわけです。言ってみれば本当に我々今ここにいるみんなが、一人一人がもしかしたらちょっとした優しさの行動で世界を変えられる、そんな力を全員が持っていると僕は思うんですよ。皆さんいかがですか。それはでも本当です。本当にそうなんです。一人の人のちょっとした優しさが本当に周辺に大きな影響を及ぼして、それがチェーンのようにつながって、それがコミュニティを超えて世界に届く可能性が十分にあるわけです。今日もボランティアの方々がすごくやってくださってました。あのゴミをねちゃんと分別したりすること、それから、振る舞われている食べ物であったり、これを残さないようにすることも本当にちょっとした優しさのアクションなんですが、それが遠くへつながっていきさえすればいいわけです。だから我々ができること山ほどあるんじゃないかと思うんです。だけど皆さん大人です。一歩踏み出して、この難局を乗り越えて、本当に世界に日本の素晴らしい精神性を届けましょうよ。お願いします。ありがとうございます。 OK、 じゃあちょっともう一曲、よかったらこれ知ってていただけると嬉しいんですが、タイムトラベルという曲です。
Thank you.
それは安心しました。一応言っときました。例えばね、ニューヨークとかではスタンディングオベーションってやつがあります。僕もまだ見たことないんですけどね。皆さんどうもありがとうございます。締めにやっぱり僕の原点をお届けしておかなきゃいけないと思いまして、僕のデビュー曲をお聴きしてでしょうか。Think Blue Studio です。
すいません、本当にこの曲間こう移動したりするときにシーンとなってるその世界がいつもこう突き刺さるように感じるんですが、今日は温かいものを感じました。
ありがとうございました。